よろしくお願いします。今日はなんと J グリーンに来てません。すごい都会。これどこかと言いますと、あ、すみません、忘れてました。フリーパフォーマーの梅谷健人です。今日は東京のあるグラウンドに来てるんですけども、ちょっとここで草サッカーがね行われるんですけども、はい、そこにお誘いいただいて、見てください、この方です。あ、いたか、いたか。どうもー、フリヒです。え、草サッカー、草サッカーやの結構もう本当日本代表のサボテン相手。そう、いつもサッカーしてるんですけど、草サッカーでこの時にもしよかったらっていうことで、あるある来てくれました。ありがとうございます、ほんまにありがとうございます。もう緊張しておりますけどチョンボした時はもうそれはチョンボしても買えるし、点取っても買える。チョンボしても買えるし、点取っても買える。何で買えんねん。それぐらいもう緊張してるんで。ピンク用意してって言われて、いつの時代かわからんセレッソ来てます。おかしいよ。これが J リーグ入った時とかだからね。それ狙ってやった。いや、これしかなかった、ピンクが。そう、サッカーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ピンク取ってるから、テキアリスティック怪我しない。気をつけて。そして一生懸命頑張ります。はい。ザッ。よし。オッケー。はい。お願いします。こんにちは。副音声のサメガラス優子です。お久しぶりです。なんかもう取り乱しちゃいそうです。今日はサッカーの実況と解説をしていきたいと思います。まさか元日本代表の福西崇史選手と一緒にサッカーできるなんて思ってもいませんでした。感謝感激雨あられカブトエビ。早速福西さんからのパス、梅谷ワンツー出して、さあどうなる。惜しい、惜しすぎる。ちょっと静かにしてください。怒られております。そんな感じでね、今日は、4試合ぐらいやってるのを短縮して見せていきたいと思います。裏に抜ける梅谷、さあ、すみません取り乱しちゃって。福西さんのトラップ、トリッキーなパスが来た梅谷、さあビビって右に出す。惜しい。ゴーゴー。そしてまた福西さんからのパスが入って、メタに、さあ行った、行くのか、行くのか、行くの、行けよ、行けて。そして福西さんが持って、メタに、ああ、また怒られてる。これ取り返す、さあ取り返した、右に出す。そしてもう一度受ける、さあ来るのか、来るのか、来るのか。あれ、どこかで見たことある選手がいますね。こちらなんと元サッカー選手の水内健司さんです。相手のゴールキックからです。ゴールキックはキャプテン翼割りのダブルクリアーからのヘディング。どうとして福西さん、福西さんワンツーもらう、さあどうする。福西さんスーパーゴール。ミスって、トラップミスって、ゆっくり来てて、うん、落ち着いて、ゴール見て。
ション本命ゆるく馴染むのにちょっとやっぱかかったわ。かかった。ボールが回ったらやっぱりそっちの思いとか分かってきて。しんどいやろ。ちょっと結構しんどいよ意外と。あのいつもサボってるとことか戻ったりしなあかんから。でいせやな若いからな。めちゃくちゃ悪い通った。おう。ボールを持つのは水内さん。水内さんから梅谷、梅谷から水内さん、水内さんから福西さん。おい、どんな人たちとボール回してんねん。大丈夫か。贅沢ビトを超えて二段熟カレーやんけ、こんなもん。最高のパスが続くと絶対と言っていいほど奇跡が起きるんですよ。ほんまにサッカーの神様っておるんかなって思いますけど、昨日イオンモールで見ました。めちゃこんな色天丼で。いやー、ありがとうございます。福さんとかいろんな方々に誘ってもらってですね、いい経験できました。これなんで、今こう自分で回しております。なんか楽しかったです。代表の選手、まあ、福西さんとかと一緒にできることがまず光栄すぎて、なんかすごい緊張しましたけども、やっぱボール回ってくるたびに、なんかそのなんかボールが喋ってるような感じして、すごいやっぱサッカーって楽しいスポーツだなって思いますね。